熾烈な主権争いを勝ち抜いてきた次世代のスターレーサー52名の登場だ。最もアクティブで最もスリリングでそして最もエキサイティングなやり方で行かせていただきます。魂のお願いします。応援してください。おはようございます。本節はレッドゾーンまでぶん回すんで応援よろしくお願いします。おはようございます。地元のヤングダービー気合入れてきました。皆様の声援を力に関さんと一緒に頑張ります。おはようございます。ヤングダービー去年のリベンジできるように頑張ります。応援お願いします。ラストのヤングダービーここ地元キルなんで選手一路盛り上げれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。先端の3号艇派の先行した2号艇2号艇の小池のコースアウト内の1号艇宮野原はどうか。さあ、キングバード体制1番と押し上げる。この内をついた2号艇小池の差し1、2コース両選手の先頭争いか。内を通りまして5号艇席上がってきた。さあ3艇が並んできました。今手向かいまして5号艇席が内一艇身リードを取る。アウトコースができ5号艇の小池内に差してくる。1号艇の宮野から直線に入った。先頭は5号艇の席抜け出してリードは3艇身。いいスタート切れたんでまた明日からも応援よろしくお願いします。頑張ります。3号艇中もコースタート。1は1号艇中道が先に回る体勢。3号艇席付け前に行きますがしのいだ。1号艇中道が逃げた。この時点で G1 初勝利ということになりそうです。またファンの方に恩返しできるように明日から精進して頑張っていきたいと思います。応援ありがとうございました。1番内から1号艇の藤原が先に回る体勢でセンターから3号艇つくばいで貞松です。バックストレッチが出ました。バック差し中についた5号艇旗が上がってくるか。バックストレッチそれでも1号艇藤原が逃げて1点身リードを取る。先頭1号艇藤原逃げ切りか。2マークをトップで回ったホームストレッチが入ってくる。1号艇藤原が先頭逃げ切り。まあ、もうここからで勝っていきたいです。頑張ります。1号艇飛びたを叩くのか。大事なバック1から1号艇飛びた出ていった。反応は刺していく刺し技です。その位置をついて4号艇のなすアウトコースまで3号艇兼ねた。この辺りが2番手争い。いざあとは正常。1号艇飛びた2名を決めている。今後ももっと活躍できるように一生懸命頑張ります。応援よろしくお願いします。角からは4号艇の中島コースタートになりました。1周1番角まくりが決まるか。2コースから2号艇高島が先まくりか。4号艇2段でまくった中島がトップか。あとは内をついて5号艇末永が上がってくるか。中は2号艇高島と3艇並んだトップ争いになりました。後方3艇ばらける形になりました。3号艇の小池は4番手2マーク旋回。5号艇末永が先に回った。あとは内をつける2号艇高島とその内は4号艇の中島直線コースへ入る。先頭5号艇末永が抜け出しました。リードは3艇身です。展開でも何でもいいんで一着取れたらまた期待です。応援よろしくお願いします。スタートいたしました。
4コースから5号艇の井上が覗いていきましてぐっと締め込んでいきましてまくり切ります。そして6号艇がその前に2段まくり内側から1号艇2号艇交差旋回の陰線粘りバックストレッチ向こう上面でありますがここは角まくり強襲5号艇の井上リードは2停止スタートのは全体正常です。上位は5番6番の体勢となってレースの焦点タイムも3番だといえば外の方から握っていった松方から2号艇の松本純平が上位の体勢は562。今シリーズ手にしましたモータコの51号機はダブルエース機の一機として挙げられているんですがここまで戦ってくる中では井上選手的にはどんな感触できてますか。今は抜群にいいと思ってます。抜群にもう節位置と言えそうな、どこを取って節位置っていうのかは分かんないんですけど、自分の中では自信持っていける仕上がりになってます。さあ6分の構成これから1番の3頭インカレにいる対数は1号艇さあ2号艇が差し構えで3号艇がバック差しのハンドルバックストレッチ向こう上面陰線を仕切るかそして2号艇の差しのハンドルが後枠3車バックストレッチ向こう上面ではわずかながら1号艇2号艇この2人が内枠3選手のトップ争いパンダ2号艇先前対戦1号艇がつけ前観光の大胆マークですがちょっとサイドかからずここでトップに立った2号艇の石田高いのリードのは現在3停止ぐらいです。1号艇大きく失速いたしました。これからも魂のレースします。応援してください。まくれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。1,2,3 これからもレース頑張っていきますので応援お願いします。第4レース今スタートいたしました。スリット通過大きな差ありません。1周1番最初の超ところインから逃げる対数は1号艇2号艇が今度は差し構え3号艇が外前に行きますが内側のから今度は4号艇5号艇バックスレッジ向こう上面さあ差しのハンドル届いているか2号艇の深海陰線残して1号艇の板橋この2人ラップ状態トップ争いは2号艇が今度は2マーク先の体勢3号艇が切り返して1号艇が最後から遅れ差しの展開でここで上位の体勢は2番1番3番の体勢レースはこれから2周目です。リードは3点進2号艇の深海チャンスのあるエンジンだと思うんでしっかり決めれるように頑張ります。もっと上のレベルで戦えるようにこれからも成長していくので応援よろしくお願いします。3ヶ月休み今からあるんですけど休み明けてからまた頑張るんで応援よろしくお願いします。これからも一層一層頑張ります。ありがとうございました。スタートいたしました。ほぼ横一線綺麗なスタートから一周回ってから先行争い最初の勝負ところインカレ逃げる体勢は1号艇2号艇が差し3号艇がバック日差しのハンドルしかしちょっと船が浮きました内側から5号艇が差してバックストレッチさあ陰線を仕切るか1号艇のカフラリードは現在2停止ぐらい向こう正面から大ナンバーのスタートの方は全艇正常です。さあここは陰線を仕切って1号艇のカフラ主導権を握っています。上位の体勢は1号2か1 2号の体勢がトップが1号艇その後2番から争い接戦5号艇が先前体勢2号艇3号艇と交差旋回になりました。3番から争いは現在は1号2そして3号6という体勢で向こう上面中間点です。明日優勝戦精一杯頑張ります。応援してください。明日緑から精一杯頑張ります。ご声援よろしくします。
3コースが3号艇の佐々木翔と3コースの角とします。スタートいたしました。スリット通過後3コースから3号艇わずかにコースタート、さあ絞っていきまして、しかし1号艇はこれに応戦、3号艇はバック差しに切り替えて、さらにアウト握っていった4号艇佐々木翔から今度は2号艇も切り込む体勢、バックスレッチ向こう上面、さあインサーを仕切って1号艇の働田太一、リードは現在2停止ぐらい、向こう正面から大胆マークスタート前提正常、1号艇が満点5号艇、さあ最後から今度は3号艇が切り込む体勢でありますが、さあ今度は2番ガラスに接戦、3艇が固まっています、内側から3号艇佐々木、4号艇定松、完全抜け出して1号艇の働田、さあ今度は3号艇が先に回って4号艇が外前、内側から5号艇が全速出しを試みて、もう一度2番艇は3号艇の佐々木翔が取り戻す格好になりまして、上位体勢現在は1、3、4。明日優勝して帰れるように頑張ります。お願いします。優勝目指して頑張ります。応援よろしくお願いします。準備レースはスタートいたしました。2コースから2号艇、4コースから4号艇、わずかにコースタート1周1番下りますが、まずは2番手体制、1号艇の関は先回り体制、さあ2号艇がサチュラモンドル、3号艇が外前、内側から5号艇、6号艇接近、陰性を仕切って1号艇の関、リードは早くも2停止半くらい、向こう正面から大胆マーク、スタートは前提正常です。さあ陰性を仕切って1号艇の関広也、リードの方は早くも4停止となっています。2番手争いから誰がクラスに行くのか、黒川本は2号艇の上、わずかに優勢も外の方から3号艇、2号艇、これから1停止差、さあ今度は1番手を旋回いたしまして、バックスレッジ向こう上面、6号艇が先輩体制、引かせて2号艇が差しのハンドルで2番手はキープしています。上位の体制は1番、2番、6番の体制、合本艦では3番、4番、5番。キルイにこんなにお客さんいるのを見れたの自分初めてなんで、めちゃくちゃ嬉しくてちょっと感動しちゃいました。はい、また明日もあの本庄遊び来てもらえたら嬉しいです。はい、優勝します。もう優勝を考えるなら、うん、カード一撃かなとは思ってるんで、はい、伸びに振ろうと思ってます。